You're listening to Shibuya Cross FM。 第3月曜日2時からは午後のティータイム、泉伊賀の音楽大好き。歩け歩け。こんにちは、北原泉です。こんにちは、美賀です。よろしくお願いします。まだまだ暑くって ね、 ね、暑いですね。まあ本当に私は渋谷から歩いてくるんですけど、もう命がけでね、本当に何をするにも命がけという感じで最近は行動していますが、オリンピックもなんか話が急に変わっちゃうけど、オリンピックがね、うん、終わってオリンピックロスになってる人が多いんですが、そうなんですね。美賀ちゃんはオリンピックは見てましたか？あまり見てなかったです、すいません。こういう人がいるんですよ。ね、やっぱり、いやいや、いいんですよ、いいんですよ。いや、それはみんなね、興味がある人が見ればいいんであって。すいません、よく見てました。もう私は本当にね、もうチャンネル変えるのが大変なぐらい、もうあっちゃもこっちゃも、あっちゃもこっちゃも、見れないときは録画して帰ってから見るというすごい、ね、あれだったんですが、何が一番感動したんですか？私はね、やっぱり体操。体操、誰だっけ、キャプテン、はい、かやカズマさん、はい、カズマさんってね、和、和のものね、和、はい、昭和の和、和のがを磨くって書くんですよ、カズマさん。もうね、名前のごとくキャプテンだなと思って、もう多分みんな最後団体のね、金を諦めてたと思うんですけど、彼だけが諦めてなくって、もう絶対諦めんな、絶対諦めんなっていうね、失敗しない男ですよ。すごいですね。もう本当に感動して、で、はい、彼は練習の時から、プレーをね、プレーっていうのか、その練習の、演技を、途中で崩れちゃっても必ず最後までやるんですって。すごいね、必ず。普通は崩れちゃったら、あ、やめようと思って一回やめちゃうじゃないですか、はいはい、練習の時って。彼はね、練習の時にそれをやっちゃうんですね。全部必ず最後までやるんですって。それでもう、そのおかげで失敗しない男になったって書いてありましたけど。それすごいね。いや、私ももうそれはすごい感動しちゃって、真似してみようかなと思いました。すごい芸術家ですね、本当にね。魂がすごいなと思って、一番私は彼が印象に残ったんですが、美賀ちゃんは何か見てなかったと思いますが、夏でもちょっとは見たでしょ？見てました。なんか最初はモンゴルの一生がすごくに話題になりましてね、開催式の前からかな、モンゴルではその一生がちょっと批判の行動が多くて、どうして、なんかね、伝統的のモンゴルの一生じゃないみたいのがたくさん批判があって、でもそれでもすごく良かったんです。なんかすごい模様にはたくさん意味がありましてね、一個ずつ手作りでやったみたいで、はい、すごく貴重には作られてるんだと思うんですけど、でも見た目から見ると全体的になんか中国っぽいじゃないですか、モンゴルじゃないかな、モンゴルに見えなかったんだ。なるほど、伝統的な一生じゃない、のかなみたいな、そういう批判があったんだけど、結局その衣装が世界にも話題になって有名になりました。そう、世界のブランドさんはかっこいいと思ったわけですね。そうなんですね。日本の毎日新聞とか読売新聞に載ったような気がします。テレビでも話題になりましたよ。見てなかったでしょとか。そこはチェックしてなかった。まあそうでしたか。いろいろね、見方があるものでございますが、はい、さあ、今日は V サインをしてますけど今回2回目の出演になるんですね、というのが、今回この前も紹介させていただいた CD になったという話で紹介させていただいたんですけど、もう本人も言ってるから言っちゃっていいと思うんですが、半世紀前に出された LP レコードが、何年か前に CD になって、はい、そしてこの度カラーレコードになってですよ。すごいですね。ボニーキャニオンからなんと世界発売、すごい、世界発信。
もう私はあのパートナーとしてとっても誇りに思ってます、今日は世界の知恵さんをお迎えいたしましたありがとうございます、ありがとうございます、素晴らしいですね。言われると照れますけど、いや照れてください本当にかわいい、ね、私なんかすごい嬉しくてもうワクワクしてるんですが、まああのその話をたっぷり今日はさせていただきたいと思いますが、すいません、その前に私の曲から、やらせていただき歌わせていただきます、じゃあみがちゃんに紹介をお願いして私はスタンバイしたいと思います。はい、いつもこの番組の始まりは、泉さんの稲穂の歌で始まってます。よろしくお願いします。名曲ですね。名曲ですね、大好きです。明るい頑張ります。歩け歩け歩き続けて、生きている生かされている、ありがとうございました。この曲はね、うん、何年も聴いてますけどね、飽きないですね。そうですね、もう今、うん、
耳に、うんとうん、ありがとうございます。ちょっとあの今日のゲストの色っぽい知恵さんとは真逆で、健康的な感じの歌でございましたが、さあ、今日は沢知恵さんをお迎えいたしました。たっぷりお話を聞きたいと思います。さて、ちょっと皆様にもですね、この今回発売になったレコードをね見ていただきたいと思うんです。っていうのがね、かっこいいんですよ。もう私もう本当にかっこよくて、お店でね一緒に赤坂でお店をやらせてもらってますが、もうお客さんが来たらみんなに見せています。すごい、これ見て、かっこいい、黄色、黄色なんですよ。で最初知恵さんから黄色のビニールレコードと聞いていたのでね、ペラペラかと思いきやものすごいしっかりしてる真面目なレコード版ですね、はい、こういうレコード版でございま す, す ね, ね。それでね、もうやっぱりなんか久しぶりですね、この A 面 B 面っていうのが。あ、そうや ね, ね、普通 CD だとこう片面だけでしょ、うん、そうですね、裏はシルバーになってるじゃない、うん、そうなんですよね。これはですね A 面があり B 面があるんですよ。当たり前なんだけど、すごい感動。この色ついてるのが初めて見てるんですけど、黒でしょ普通は。黒、普通は色がね、そうそうそう、黒色なんだけど、ね、黒なんやけどね、うんうん、すごいですね。私も初めて見た。進化ですか、え、新しく。そう、あのね、これは、ポニーキャニオンから、うん、4人の歌手の人がね、うん、同時に出まして、うん、それでね、みんな色が違うんですよ、ね、そうなんですか。そう、1人はブルーとかね、1人は、うん、あんまり本人に知らないでしょ。泉ちゃん知ってんの？私ちゃんと調べましたよ。あ、そう、お、調べましたよ。私は知らなかった。まあこんなもんだろうと思って私がちゃんと調べておきました。かわいい、まあ、ありがとうございます。4色ね、みんなそれぞれ色が、はい、色が違うんです。はい、私は決してポニーキャニオンのもんではございませんが、はい、こういうレコードね、これはタワーレコードと、うん、タワーレコードに行ったら買えますし、はい、今レコードのプレイヤー、はい、プレイヤー持ってる人がね、うん、今少ないからこういうのどうかなと思ったけど、なんかもうだんだん浸透してるみたいで、はい、タワーレコードに行ったらプレイヤーも結構リーズナブルで買えるみたいで、うんうん、タワーレコードにも売ってるんですね、うん、タワーレコードの1階にレコード売り場があって、あ、はい、それでプレイヤーも売ってるみたいですよ。うーん、やっぱりはい、レコードに多分力を、ね、うん、入れてるってことですよね、うん、それで、Amazon でももちろん、はい、お買い求めいただけます、はい、で、なんだっけな、ビッグジャケット、うん、なんだっけ、ビッグジャケ、なんて書いてあったかな。なぜ大きいなんかジャケットがついてくるのもあるって書いてありました。あ、そうなんだ。あ、そうなんだって、ほら。どっちが出したレコードや。そうなんですね。ビッグジャケって書いてあったかな。ビッグジャケ、うん、もう予約するとね、うん、もうだから発売しちゃったからないのかもしれないけど、Amazon ではそういうのもあるみたいで、ビッグジャケって書いてあったのか、私もその言葉初めて聞きましたけど、私も今初めて聞いた。ほら、こんなことですよ。今日のゲストは、まあ本当に天然ぶりはおいおいお話を。したいと思いますが、じゃあまずこういう天然の素敵な沢知恵さんですが、まず1曲目はね、はい、このレコードの中からおかけし、あ、そう、裏も素敵なんですよ、こういうね、うん、はい、感じになっておりますが、うん、この中からですね、1曲目に入っている曲です。これは私の一押しです。はい、このちゃん好きなのね、うん、この私この曲がね、この曲が絶対世界でヒットするなと思っている曲です。ジャニスの、あ、私が言っちゃいけない、知恵さんからどうぞ。あ、泉ちゃんから言って、そう、うん、はい、では本日のゲスト沢知恵さんの曲で、ジャニスのようにお届けします。はい、thank you.
東京都知事ニセユリコです。お住まい探しはお客様ファースト35年、東京板橋メディアホームを推奨しております。ご用命は東京03-3974-6250。さあ、本日は沢知恵さんをゲストにお迎えしております。今日ね、実はあの共通のお友達の浜ちゃんから浜ちゃん、うん、あのLINEがあって、うん、あんたらはそのまま普段のままそのまま喋ってたらおもろいからそのまま喋りやって来てました。あ、そう、はい、浜ちゃんも面白いよね。面白いよね。さあ、このアルバムのタイトルになっています、23歳という曲についてお伺いしたいんですが、はいはいはい、23歳っていうのは、うん、一応このアルバムを作る時のコンセプトが、はい、私の若い時代は、うん、23歳っていうのが、うん、結婚適齢期、適齢期、 ありましたね、23歳まで、ね、うんうん、それで25歳は、うん、お肌の曲がり角って言われてたの、うん、今は33歳ぐらいだと思うけど、私の若い頃は25歳がお肌の曲がり角、うん、で早く結婚しないと、うん、23歳ぐらいで結婚するのが一番いい時期で結婚するんじゃないかなって言っているような年齢だったのね、うん、なるほど。だからその揺れ動く女の人の気持ちを、うん、あの結婚しようかな、もうちょっと仕事続けようかなっていうふうにこうゆらゆらしてる女の人の気持ちを、うん、あの詩に書いてもらって、うん、それで歌にした曲で、はい、私はこのサビのところでの詩で、この1年で変わったことは変わっていくことはっていうフレーズがあるんだけど、うん、そのね、うん、詩がね、その部分がすごい好きなんよね。うん、鏡にね、振り向いたウィンドウに見つけた女の姿、こうやって歩いてるでしょ、はい、そしたら自分の姿がこう鏡に映るでしょ、うん、その時に、あ、今日はちょっと姿勢が悪いなとかね、うん、うん、思うでしょ、こういうチェックするでしょ、うん、振り向いたウィンドウに見つけた女の姿、思ってた自分より寂しくなさそうなのねっていうような、そういう詩がね、やっぱ安井かずみさんってすごいなと思って。そうですね、うん、全曲安井かずみさん、うん、全曲安井かずみさんで、ね、私がねすごく憧れてた作詞家だった。なるほど、ね、ですごくもう大好きな人でね、うん、でずずさんにこういろんなこう心境、その頃の、うん、自分の心境とか話して、うん、それでまあずずさんもいろいろイメージして、うん、この曲全曲をね引き受けてくれたわけ。安井かずみさんはみんなからずずさんって呼ばれてたんですか。そうそう、うん、もうあのずずずずってみんな、ズズ男の人たちはずずず、私はずずって言えないからずずさんってなるほど、うん、あ、そう、じゃあその23歳を、はい、今のお話をなんか頭に思い浮かべながら、はい、はい、聞いていただきたいと思います。では沢知恵さんで23歳です、どうぞ。私は今日
知恵さんで23歳お届けいたしました。素敵、ね、おしゃれな曲ですよ ね。おしゃれな曲よ ね。そうですね。声も綺麗ですしね。声も綺麗だし、うん、あとは顔も可愛いし、モテたんでしょうね、きっとね。そんなポリポリずっと言ってましたね、あの CM の間、曲の間、ね、ちえさんはよっぽどモテたんでしょうねって言ってましたが、みーがちゃんがこの顔すごい素敵、ほんと可愛い、ね、このジャケットはあのポスター貼ってあるんですけど、うん、はい、お店にあのみんながあのトイレのね、真正面、真正面なんですよね。それでね、皆さん男性があのやりにくいわって言ってました。なるほど、初知恵さんのあんな可愛い顔見つめられてやりにくいわと皆さんおっしゃってます。そうですよね、トイレの真正面にね貼ってあるからね、うん、申し訳ないけど、うん、さて、この、 あのレコードね、アルバム、ピア、こういうのは LP って言うんですね、こっちはね。LP やね。LP の中にも入ってます、カモメという曲なんですが、これみんなに人気がね、うん、ありまして、うん、別バージョンで発売されました。これはポニーキャニオンから出た。ポニーキャニオンから出た。オムニバスというか、こうね、うん、いろんな方の、曲が入ってまして、この中に知恵さんのも入ってるんですが、カモメが入ってるんですよね、うん、他にはどなたが、あと伊勢正三さんとか尾崎亜美さんとか、うん、山本リンダさんとかね、はい、
そういう方たちの曲と一緒に入ってますね。素敵な人たちと一緒に、うん、へえ。それはあれですか、あの伊勢さんとかリンダさんとかは今まであんまりスポットが当たってなかった曲にスポットが当たったっていうことですか。多分そうやろうね、うんうん、伊勢正三さんはこれなんて書いてあるんだろう、二人の、うん、もうね私字が見えなくって、千恵さんお願いします。私もメガネかけなあかんのよ私の方が年上でしょちょっとあんた私にメガネをかけさせたいのあやめときます、うん、はい、千恵さんはカモメなんですよ。 そう、それでね、うん、伊勢正三さんは、うん、2人の周期、周期、はい、うん、リンダさんはどこ行っちゃったかな、うん、リンダさんはね、うん、クレイジーベイビー、クレイジーベイビー、うんうん、尾崎亜美さんは、尾崎亜美さんはラブイズ、うん、イージーかな、イージー、はい、うん、あなんかあのすごいみんなが知らない、聞いてみたい感じ、知らなくて、うん、みんながあんまり知られてなくて、いい曲っていうのをこういうのを選んだんでしょう ね、 そうだと思いますね、うん、シティミュージック東京という、これもポニーキャニオンから、うん、はい、ポニーキャニオンからね、喫茶ロックシリーズっていうのがね、うん、あの何枚も出てて、はい、私もその中に、うん、あの金沢さんって方がこういろいろ選んで、はい、あの私の CD になった時のライナーノーツを書いてくださった金沢さんってこの間インタビューね、はい、していただいたんだけど、はいはい、金沢さんが選んだ曲が、うん、あの喫茶ロックの中にいっぱい入ってて、うんうん、だからこれは入ってなかったけど、うん、他のこの23歳の他の曲もその喫茶ロックシリーズの中であの曲によっていろいろ入ってるの。へ、うん、だからポニーキャニオンはそういうものを今発掘して、あなるほど、うん、そっちは何の曲が入ってるんですか。そっちはね、うん、恋人たちの夜とかね、あ、はい、うん、なんかカモメ恋人たちの夜とか長すぎた一日とかなんかそんなのが入ってるよ、うんうん、何曲か。じゃあそちらも後でかけさせていただきますが、はい、へえ、そうか、カモメはどなたの、うん、カモメはね、うん、あの加瀬邦彦さんですね。あ、うん、加瀬邦彦さんが曲、うん、曲で安井和美さんが詩、うん、これはどんな内容の曲ですか。うん、だからやっぱりこれはやっぱり23歳の揺れを動く心みたいな、うん、うん、そうやね、うん、言ってたら長くなるからね。あ、そういいんですけどね、長くなってもね、まあ、でも全部曲かけたいので、じゃあ、うん、行きましょうか。はい、はい、じゃあこの LP のタイトルになった、あ、曲じゃない、それは終わったんだ、ごめんなさいじゃなくて失礼いたしましたいいえ続いてはいいえごめんなさい本当にこの曲もあのすごくこの中で人気のある曲です。あ、この曲はね、うん、あのペドロ&カプリシャスの3代目ボーカルの、うん、はい、なおちゃん、松平なおこちゃん、はい、なおさん、うん、はい、なおちゃんがね、うん、いい曲ねって以前ね、ずいぶん、うん、前に、あのなんか流れてた時に聴いてくれたことがあって、いい曲ねって言ってくれた曲で、私もねあのすごいいい曲だと思うし、感想のフルートなんかね、うんうん、私が東京に出てきた時に一緒にバンドをやってた、うん、あのリチャード・パイン&カンパニーというバンドで歌ってたんだけど、はい、そのリチャード・パインさんがフルートを吹いてくれてるの、うん、だからすごくね、あのいいサウンドで、はい、うん、もう全部いいサウンドですけどね、うん、波の音がね、うん、あのいいですね、ザーって聞こえてきて、うん、それもなんかザルでお豆さん入れて、昔ながらのそんな時代でしょ、うん、だから波の音から入ってきてね、うんうん、なんかええ感じの曲です。はい、うん、じゃあその曲をお届けします。直子さん一押し、一押しでもないだろうけどいい曲ねって言ってくれた曲です、はい、お届けいたします、うん、じゃあ沢知恵さんでカモメです、どうぞ。
私の胸に生きることも逃げることもできるとささやく夜明けが来ないうちなら寄せて中村玉緒の偽物でございます。お住まい探しは東京板橋メディアホームがええですな。ご用名は 03-3974-6250。 さあ、先ほど聞いていただいたのはカモメですが、これ先に言ってもらいたかったんですけど、そうやねんね、コーラスがね、あの山下達郎さんにね、はい、コーラスやっていた、シュガーベイブってあの柔らかいコーラスね、うん、そう、はい、高い声でね、ファー出てくるところがすごい綺麗なコーラス。シュガーベイブということは山下達郎さんと大貫妙子さ ん、もう今で言ったらもうびっくりたまげるような人が、なるほどね、コーラスをね、山下達郎さんというのは竹内まりやさんの旦那さん。あ、そうなんですか、うん、です、はい、もう日本の人はもうみんな知ってる、素晴らしいですね、すごい人がねコーラスを、まあね、高中正義さんが、うん、とか、ね、そうですね、高中正義さんが、10円玉をピック代わりにしてね、レコーディングの時ね、うん、弾いてた姿がなんか印象的で、え、それがレコーディングされてるんですか。うん、レコーディングされてんの。へー、うん、それはなんかの曲だけとか全曲、一曲だけだったと思う。へー、なんだろう、うん、ちょっとそれ、ね、今ちょっと思い出すから、うん、あの終わるまでに思い出してください。10円玉で弾いた音っていうのをちょっと聞いてみたい。ギターですか。ギター、うん、ベースですね。ギターですよ。ギター、あ、ごめんなさい、うん、そう、ベースはどなたでしたっけ。細野晴臣さんです。あ、そうそう、細野晴臣さんがベースで、ギターが高中正義さん。あ、そうそうそう、なるほど。高中正義さん、鈴木茂さん、直井さん、はい、何人かのねギタリスト、後でね、はい、ここにメンバー書いてますけど、はい、うん、
いろんな素晴らしいギタリストがね何人か参加してもらいました。はい、贅沢極まりないレコードでございますので、はい、定価はおいくらでしたっけ。定価はね5000円ですね。5000円です、はい、この貴重なレコードですから、ね、はい、5000円で、Amazon でも、なんだっけタワーレコード、うん、はい、でもお買い求めいただけますのでよろしくお願いいたします。さあ、じゃあ千恵さんの曲は最後になりますが、この曲は恋人たちの夜、うん、読んでない、はい、読んでいいですよ。もういつも通り喋ってって言ってましたから。うん、そうやね、うん、恋人たちの夜はこれはどなたの作曲ですか。これは、矢野さんかな。矢野誠さん、うん、アレンジ全部矢野誠さんです。はいはい、うん、この曲を選んだ理由って何かありますか。これやっぱり夏らしくていいかなと思って。あ、なるほど、うんうん、ちょっとリズミカルだし、うんうんうん、さっきまでこう割とね、はい、しっとり系とかあれだけど、うん、これは割と明るめのラテンっぽい、うんうん、リズムで。あ、そう、もともと千恵さんね、うん、ラテンのグループにいらしていたんですね。あ、そうですか。そうなんですよ、うん、だから、ラテンの曲もいっぱい知ってるのになかなか披露していただけないんですが、もうね、うん、忘れてしまってるんですね、うん、思い出してください。すごい、その言葉でラテン語じゃないんですよね。ラテン、そうですね、ラテン語で歌ってるのもあるし、うん、英語で。あ、そうやね、でもラテン語が多いですね。ラテン語もあるしね、うん、ミガちゃん、セルジオ・メンデスとブラジル66って知ってますか。あんまり聞いたことない、ね、聞けば分かる、聞けば分かる、聞いたことない、うん、そう、でもそういうジャンルじゃないもん ね、ジャンル違うもんね。だから、うん、泉ちゃんとね、あのお店でね、うん、マシケナダとかね、そうそう、そういうのを一緒に歌ったりとかしてます。もう、オーソドックスなのね、うん、キエンセラとか、うん、ベサメ、ね、そうね、ベサメムーチョ、キサスキサスキサスとか、うんうんうん、そう、楽しいですよね、教えてもらってるとこです、うん、もっともっと増やしたいなと思ってるんですが、はい、じゃあそんな、ね、ラテンの感じの千恵さんの曲、うん、お届けしたいと思います。さあ千恵さんで恋人たちの夜どうぞ。逃げられない、逃げ
ました。もう本当に、あ、ごめんなさい、さっき喋っちゃった、大丈夫さあ、ちえさんをゲストにお迎えいたしましたありがとうございます。ありがとうございました。短い、あっという間にね。そうですね、曲をちょっといっぱい紹介したかったので、もっとお話も聞きたかったんですが、素敵な曲ばっかり、お届けしました。その前にですね、みーがちゃんがちょっと準備があるので、先にみーがちゃんから聞きたいと思います。はい、みーがちゃんの今後の予定でございますが、はい、ちょっと出していただいて、はい、ありがとうございます。これは、9月14日土曜日の18時30分から練馬文化センターショーホールで第9回目の国際バトーキンアンサンブルのコンサートがあります。今回はモンゴル国から一流バトーキン奏者指揮者のジーゲさんと、中国内モンゴルの演奏家たち、そして日本人の音楽家たち、そして以前この番組でもゲストでお越しいただきましたバトーキン奏者ホーミー歌手のドリゴンさん、ボヨさん、ウルグンさん、そして私も参加させていただきます。で、それモンゴルの名曲、そして、日本の名曲、クラシックなどバトーキンで演奏するので、皆さんぜひお越しいただきましたらありがたいです。で、チケットの料金は前売りは前売りで4000円、当日は4500円になります。チケットの問い合わせは私 Facebook でも受け止まっております。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ準備してください。長くなりました。大丈夫大丈夫さあ、ちえさんは11月になんかお出になると聞きましたが、ジャズのフルバンド、いいですね。で、またどうですかって言っていただいてるので、ちょっとまた久しぶりにビッグバンドね、ビッグバンドで歌わせてもらおうかなと思ったりしてます。ぜひ私も行きますので楽しみにしております。11月ね、はい、はい、楽しみにしております。さあ、このちえさんのアルバム、吉澤 DJ 吉澤ダイナマイトさんがメッセージを書いてらっしゃるんですが、知る人ぞ知るアルバムながら、これまでに完成度が高いアルバムはそうそうない、後世に伝えるべき名盤であると大絶賛していらっしゃいます。ここの後ろにね、書いてますが、ここ、あ、見えるかな、ここにね書いてくれています。はい、この辺またお買い求めいただいて読んでいただければなと思います。さあ、それではみーがちゃんの曲でお届けします。ふるさとの思い出、どうぞ。人生还是
たしました。ではまた次回に、さようなら。さようなら。